ケミ川駅は千葉県千葉市花見川区ケミ川町一丁目にある京成電鉄千葉線の駅である。駅番号は KS54 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム間には個線橋がないので駅構内の踏切を利用することになる。自動改札機は一番線ホーム側に2台設置されている。京成千葉線は京成本線、新京成線び 京成千原線との直通運転も一部実施している。駅ホームの案内表には、京成千葉線との直通運転の設定がない、成田空港も行き先として表記されている。成田空港方面には、京成津田沼駅にて乗り換えが必要となる。2020年度の1日平均乗降人員は3202人で、京成線内69駅中、第59位であった。 近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り、年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めている。JR 総武本線の新ケミ川駅までは、約600メートル、JR 京葉線ケミ川浜駅までは、約2キロメートルの場所に位置する。新ケミ川駅から、ケミ川浜駅まで路線バスが頻繁に運行されており、そちらの利用が、 一般的である。駅南側には東関東自動車道、国道14号、国道357号が通る。国道14号を越えた先からは三浜区に入り、大規模な住宅団地や埋め立て地が広がる。駅西側には花見川が流れる。ケミ川神社、ありがとうございます。